海南島海南島の地形図海南島の11820から1875年の海南島の地図海南島は南シナ海北部の島である。海南島は中華人民共和国海南省の大部分を占める。関東に昭なり州半島から京州海峡を挟んで南方に位置する。東西約3 0 0トル。 南北約 180km で、面積は33,210平方キロメートル。九州より1割程度小さい。人口は867万人。東と南は南シナ海、西はトンキン湾に面する。中華人民共和国の島の中では最大であり、世界の島の中では U 字縫い島に次ぐ。 第42位の大きさである。古来から、はじむ族、内族、僧族など少数民族が住む。かつては、関東省に属していたが、1988年に、分離して、海南省になり、同時に、経済特区となって、漢族人口が急増した。2010年に、中国政府が、国際観光島として、大規模開発とノービザ、免税などによる、 観光産業の推進に乗り出すと、投機資金も流入して地価が急激に高騰した。別名、中国のハワイ。2001年以降、毎年ボアアジアフォーラムが開催されている。海南島の地形は複雑である。北部には、大乗の平地、または、起伏が小さい丘陵が広く見られ、その大部分は、 火山の噴火による玄武岩あるいは旋海に堆積した粘土層から構成され、標高は概おおね100メートルである。中南部には高くて険しい山岳地帯がある。この山地を構成する岩石は大部分が河口岩である。山脈の配列方向は、対岸にあたる関東省の陸地の山脈とほぼ一致し、主として北東から南西に走っている。 そのうち特に目立つ山脈は、東寄りの五子山脈、中央のはじむ母霊山脈、あるいは、インコ霊山脈、西寄りの王霊あるいは宮尾か、大峰山脈の三つの山脈である。これらの山脈の中では五子山が最も高く、中でも中指山が最高で1840メートルの標高があり、これは、関東省で2番目の高峰である。 海南島の主要河川は、その多くが山脈の走行に沿って海に注いでいる。その他の河川は、中央から四方へ本流して海へとつながり、その水力資源は豊富である。全島を通じ海に注ぐ河川は、大小154以上もあるが、その中で、南とか、まさ港、一万泉川の三河川が、最も大きい。 このほか北西部を流れる海頭系、北門港、分乱水や南部のラクラ系、ネエンガ、涼水ガ、大洋ガなども比較的大きな河川である。北部が温帯気候、南部が熱帯気候に属する。海南島は降水量に十分恵まれている。年降水量は1500ミ、mm、リメートル以上。 東部では2000から2800ミ、mm、リメートルに達するので、水筒、砂糖キビ、落花生などの栽培に適し、水筒は1年3作である。同時に、ここではゴム油やし、胡椒、コーヒーの木サイザルアサ、霊子、龍眼、ココンシなどが盛んに栽培され、中国における熱帯、亜熱帯性作物の主要な産地となっている。また、木材資源も極めて豊富で、 木材用樹木だけでも800種以上が存在する。海口市産足海南島の主要産業は農業で輸出の大半を占める。省への昇格と中国最大の経済特区となったが工業の発展は水力に頼る電力不足のため機械や繊維など地方消費に止まっている。 以前の未開の地は今でもその自然を生かして観光が重要な産業であり2009年12月に政府が国際観光都市化を宣言してから特に不動産への投資が急拡大している海南島は鉱産資源も多く鉄鉱石、鈴、タングステン、金、水晶、オイルシェールなどが知られている良質の鉄鉱石を産出する 石緑鉄鉱山は内外に知られ、海洋資源も非常に豊富である。落東県のウグイスータ沿は中国南部最大の園田である。海南東北部の海口港は南海とトンキン湾間の両港で、南端のニレハヤシ港は山鉢の岬に囲まれた湾の奥に位置し、中国南部における港運海防上極めて重要な港の一つである。 複数の軍艦を経流できる軍港および原子力潜水艦を格納できる地下基地がある。ありがとうございます。